足の悪いおばあさん。心霊などの類ではないけど怖かった話をします。実体験です。鳥肌って頭の先まで立つんだと初めて知ったよ。怖かった。僕は以前、車の営業をしていました。一日に50から70件のお宅に行って、いろいろ話をしていたわけです。あれは夏でした。朝から暑くても何件も回って車の査定をさせてもらったり、しないといけないのですが、暑いのはお客さんも一緒で、大抵門前払いです。っていうか、鬱陶しいのが先なんでしょうけど。で、これじゃあ帰って叱られるのでまずいと思って、アパートへ行って数をこなそうと思いました。ある階のチャイムを鳴らしました。中からどうぞと言われたのですが、営業マンは自分からお客さんのドアを開けることをしません。勝手に開けたら文句を言われることもあるからです。開くのを待ちましたがどうぞというばかりで一向に開かないので、失礼かなと思いながらも自分で失礼しますと言って開けさせてもらいました。クーラーがガンガンにかかっていました。僕は涼しいと思っていると、おばあさんが人魚のような体勢で、手だけの力で玄関まで出てきてくれました。ほふく前進の横バージョン。どうやら足が良くない様子。僕はちょうど暑かったし、お年寄りの話は割と好きなので、涼みがてらにおばあさんの話を聞こうと思いました。この家のご主人様ですか?と尋ねると。いや、息子は今、外へ、出る。聞き取りにくい話し方をするおばあちゃんでしたが、ここの主人は息子さんで、今は仕事に出ているということはわかりました。その後も、まあ聞き取りにくいながらも話をしていました。で、おばあさんの足のことが気になって、悪いかな?と思いつつも、足はどうされたんですか?と聞いてみると、前の家が、地になって、2階が落ちてきた。これを聞いたとき、ああやっぱり聞くんじゃなかったと思いました。おばあさんは前の家が火事になり2階が崩れて足を痛めたらしいのです。悪いこと聞いたなと思いつつも成り行きで話のいきさつを聞くことに。火事になったからこのアパートに引っ越してきたこと、足が悪くなったのも全ては火事が原因だと。僕はおばあさんが、なんだかかわいそうに思えてやりきれない感じになっていると、おばあさんは僕を見ながら、マッチをするような動作をし始め、わ、が、お、す、た、と言ったのです。僕は頭から冷水をかけられたような感覚になりました。おばあさんは確かにこう言いました。わしが火をつけた。不登校女子。俺が小学校高学年頃の話。夏休みが終わってから同じクラスに登校しなくなった女子がいて、顔を見なくなった。新しい教科書を渡してほしいということで、集団登校が一緒だった俺に頼まれた。要はちょっと様子を見てこいということだったんだと思う。もう夏が終わりかけていて、その日はもう太陽が沈んでいたのでちょっと涼しい風が吹いていた。その女子を A 子としよう。A 子は以前から割と控えめで、それまで一緒に遊んだりしたことがなかった。あまり目立たない感じではあったがいじめを受けているわけでもなく、友達を作るぐらいの要領は持っているような、静かなタイプの女子だった。貧乏でもないし、特別、裕福というわけでもない。2階建ての家に住んでいて、ちゃんとした両親もいる。不登校になるような原因は思い当たらなかった。A 子の家のピンポンを押す。少ししてドアがきしんだ。ドアの覗き窓から誰かが俺を見ているのだ。それが異常に長かった。少なく見積もっても1分以上は見られていた気がする。視線のやり場に困って右の方を見ると A 子の家の犬が夏バテでもしているのか、ぐったりと地面に寝そべっていた。体も顔もピクリとも動かないが、ギラギラした目だけが俺をずっと見ていた。犬から目を離せずにいると、ドアが少し開き、A 子が、待たせちゃってごめんなさい。今お料理してたの。と笑顔を見せた。ドアの気配からして、ずっと覗き窓から俺を見ていたのは A 子だったはずだ。想像していたより A 子は元気そうだった。普段より活気を感じさせるほどの様子に少し安心して、事情を話し教科書を渡して帰ろうとすると A 子に、
せっかくだから上がっていってくれ、と強く引き止められた。今私一人しかいなくて暇してたのよ、と彼女は言って俺の手を取った。家の中は、玄関を入って目の前に階段がある間取りで、2階のあたりから階段を照らす明かり以外は全て落とされて真っ暗だった。他人の家の匂いというのは大体にして違和感を感じるものだけど、A子の家のそれは何か異質な感じがした。家の匂いに混じって、ほのかに便所のような臭気があった。2階の A 子の部屋も同様に明かりがついていない状態だった。ただ、ゲームの途中と思われるテレビの明かりだけがこうこうと部屋の中を照らしていた。嫌な汗が流れるのを感じた。A 子が不登校になったのは、精神的に何か異常をきたしつつあるからなのではないだろうか。連れられて部屋に入るなり、横から、よう、と声をかけられ、飛び上がって確認すると A 子の兄だという。テレビの光でようやく顔が見えた。A 子の家は電灯を落とした部屋にいるのが普通なのだろうか。さっき A 子は一人だと言ってはいなかったか。あまり深く考えたくはなかったので、勧められるままに A 子とマリオカートをしていると、兄が、喉が渇いた。と言ってオロナミン C を3人分とお菓子を持ってきた。口をつけると生ぬるかった。何やらしょっぱい。味も違うし、嫌な匂いがする。ふと横を見るとなぜか A 子も兄もゲーム画面そっちのけで、俺の顔をじっと見ていた。まさかと思うけどこれ小便じゃないよね、と問いただすと兄は、小便なわけないだろう。と驚いたように大声で否定した。その直後、階段のあたりだろうか、おばさんのものらしき大きな笑い声が1秒ほどして、不自然にピタッと止んだ。手で押さえたみたいに。A 子はずっと俺の顔を見ていた。テレビの光に照らされて半面しか見えなかったが、ニヤニヤしているのは分かった。お菓子をよく見ると、ガムの包装紙が明らかに一度、開かれてバレないように戻されている。この家に長居したくない感情でいっぱいになり、トイレを借りるといい部屋から脱出した。階段には誰もおらず、階段の明かりも灯ったままだった。できるだけ自然な様子でそのままこの家から出て行ってしまおうと、階段を降りて玄関に到着した。真っ暗で何もわからない。壁際のスイッチを押し込むと明かりがついた。いつの間にかドアに鍵がかかっている。後ろが気になって振り向こうとして、部分的に明かりに照らされた真っ暗なリビングが視界に入った。おそらく A 子の母親だろうか。そこには椅子に座ったおばさんがいて、ニヤニヤしながらこちらを見ていた。床には、無数の瓶が並んでいたが、中身は黄色い液体の入った何かだった。おばさんが立ち上がる。2階の方からも床がきしむ音がした。生きた心地がせず、靴を手に持って玄関から飛び出した。犬が狂ったように俺に吠えかかったが、そんなものを気にしている場合ではない。走り去る途中で A 子の家の方を振り返った。おばさんは追っては来なかったが、2階の窓から逆光になった A 子と兄らしき影が並んでこっちを見ていた。先生には A 子は案外元気だったとだけ報告し、それ以外のことは誰にも口外しなかった。A 子はそれ以降も学校には登校しなかった。知らない男からの電話。いきなり知らない男の人から電話がかかってきた。いつも君のこと見てるよ。スタイルいいよね。顔も可愛いし、写真も持ってる。これから部屋に行っていい？セッマルスしようよ。など、うすら笑い浮かべてるような喋り方。はぁ？誰だ、こいつ知らねえよと思い、あんた一体誰？私のこと知ってるなんて嘘つくな、とよくあるいたずら電話と思った私は電話を切ろうとした。すると、身長丸センチ、体重丸キロ、ブラのサイズは丸カップでしょ？名前は丸丸さん。君は僕のこと知らなくても、僕は君のこと知ってるんだよ。相手の言ったサイズ、名前も間違いなく私のもの。怖くなった私は電話を切ってすぐに部屋を出て友達の家に逃げ込んだ。その後も、君の下着を買ったから渡したいなど、数回かかってきた。引っ越しをして電話番号も変えたが、
あの男が今もどこかで私のことを見てるかもしれないと思うと、